今回は友達と古民家を借りて、カモ鍋パーティーした時の動画だぞ。全然そう読めないんですけど。カモの出汁も1から引くから、前日に簡単な仕込みをするんだ。毎年古民家行ってるけど、デジタルデトックスに最適なんだ。でっかい間もだな、おい。これから出汁を取って。4話だ。何 ?4 話分の出汁と肉を用意するんだ。身内でやる規模じゃねえ。ついでに締めのラーメンも打つぞ。身内でやる規模じゃねえ。出汁って言っても時間かかるんだろう。6時間くらいだろうな。身内でやる規模じゃねえ。ちなみにこれが水を入れたての時、これが3時間後くらいだな。暇で気絶しそうだったし、煮てる間に麺を打ったぞ。店を出しそうな勢いだ。ラーメン作れるぐらいでおごっちゃいけない。リアリストだな。乾水を作ったら全身全霊でこねていくぞ。どのくらい作るんだ。8人で泊まるからな。7人前だろうな。誰か嫌いなやつ呼んだのか。ただの麺だと締めには重いかもしれない。まあわからんくはないな。だから当然柚子の皮を練り込む。身内でやる手間じゃねえ。水回しをして全力でこねて寝かせたらまあこうなるよな。なるだろうな。そんで麺もこんな感じ。企業から発注したって言ってもバレない仕上がりだな。6時間ともなると色も濃くなるな。これをこしてスープのベースにするぞ。いい感じの琥珀色で上品な香りもする出汁になったな。普段の動画より時間かけてるな。それじゃ結局完結して向かった古民家での様子をご覧いただこう。懲役5分確定したな。え、グリーン音源流してよ。パパご飯係と鍋係で分けちゃってください。そうなんだ。これマジでさ、俺の大好きな固めのご飯で美味しい。俺もご飯欲しいんだよ。それいけ立ってんだろうね。そういう感じ。自分で盛る感じ。箸がなくない。ゴーゴーカキ、それやめて。梅ちゃん、高広ぐらい食う。そこまで食わないわ。酒飲むのが今日のメインだから。梅は余裕で食える。高広の倍持っていい。梅毎週バット振ってくからね。え、実践の野球やってる。野球やってるもん。あ、野球ね、野球ね。気に食わないやつをパカーンやる。そんなロシアだね。野球のボールよりもバットの方が消費されるってやつ。バットバットが。おい、なんでそんなところにジュースがあんだって。ジュースは下げろって。視界の邪魔だよ。この肉、肉いきません。サバ焼きする。いや、やばいね。やばい。最高でしょ。これに刺してこうやって当たればいい。あんじゃねえだろ。買い物でやるね。え、カキもいらない。だよ、ワイン好きとかいつも吹いてんだから。カキの言うことなんて6割が倒す。女の子に対しては全部本当で。嘘つけ、嘘つけ。9割9分嘘つけ。お前も嘘ついてるし、女の子も嘘ついてる。カキは車とバイク以外は嘘いな。こいつのさ、1割でもさ、行動力が俺にあったら俺はこう今特進じゃないんだよ。そうなんだ。いや、お前それは分かってね。お前それは分かってね。お前分かってね。それは愛があるからいいけど。違う違う違う、お前単体で言ったらオナホの方が気持ちいい。来た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 。天下分け目の大決戦が始まった。はい、じゃあここで多数決。非童貞は手を挙げてください。童貞がこっち側なんだよね。女と自分でするのどっちがいいかって話じゃん。童貞側は分かんない。相手がいた方がいいと思う人は手を挙げてください。圧倒的な相手だよ。またつき総合的に考えてる。梅ちゃん、何でしたか。来た来た、ここで2つに分かれたわけだ。ディスカッションファイン。行動しなくて一方的になんか嫉妬してるのって違くない。行動した結果さ、伴わなかったんだったら嫉妬してもらって構わないけどさ、行動してもないのに勝手に俺を嫉妬するのって違うじゃん。それ何言ってるの。それは確かによくない。よくなくない。換気ぐらいのスキンケアをして、換気ぐらいの行動をしてから換気を出たんだほうがまあフェアではある。フェアなんかどうでもいいんだよ。それはじゃあただの妬みだよ。そいつつってたろが。そうね、1割か2割欲しいよマジで。お前欲しいって言ってるうちは何も得られねえよ。これ今かなりきつめのアッパーカットを食らわしました。アップが重いから。女の子ってすごいなって思うよ。自分よりさ力のある人間に抱かれるって怖ない。俺だったら自分よりでかいやつに組み伏せられたい。アキラ思想がやばい。俺が女だったらさ組んでないよ。飲めラーメンまだか。料理長も死にそうだから誰かたつきの腕で暴れてる。やばい、猛獣じゃん。死んじゃう。猛獣やばい。